あ、こんにちは。こんにちは。八日市商工会議所青年部松井グリーン課の古川と申します。今日はどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしく。早速ですが、お地蔵さんにまつわる不思議なお話を取材してるんですけど、おばあさんのお話を聞かせてもらえませんでしょうか。そうですな、あれは今からもう60年ほどの前の話でしたけどね、あの年も今年みたいに暑い夏でした。いつも無事に過ごさせていただいてありがとうございます。お母さんの病気がまたひどくなってきました。最近は起き上がることもつらそうです。どうか少しでも楽にさせてあげてください。お願いします。お店の方あんまり用ないんやろ。お母さんがええからあんまり無理しんといてや。大丈夫、行ってきます。私は病気の母と二人で暮らしていました。当時薬は大変高価なものでしたが、母に飲ませてあげようと昼は工場で働き、夜は小料理屋をやり、一日中働いていました。小料理屋は父が残したもので、私がなんとか守っていきたかったのですが、うまくはいかず借金が増える一方でした。お父さん、ごめんなさい。私にはもうこれ以上無理かもしれません。でもその時、私を引き止めるように鈴の音が聞こえた気がしました。私は何ということを考えていたのでしょうか。ある夜、一人の客が来ました。何しましょう。その人はただお酒を一本頼みました。私はその人がなぜか気になりましたが、話しかけることができませんでした。
客さん、もらいすぎです。こんなにたくさんいただいてありがとうございます。その日からその人は毎日来るようになりました。いつもお酒を一本頼み、そして多めに感情を置いていくのです。不思議なことに、その人が来るようになってからお店は次第に繁盛していきました。この頃毎日来てくださるお客さんがいて、話したこともないんですけど、その方のおかげで薬も買えるようになりました。お母さんの病気も良くなってきました。本当にありがとうございます。それから一月ほど経ったある夜、私は思い切って話しかけました。毎日来てくださってありがとうございます。おかげさまでこの店もずいぶん賑やかになりました。お名前だけでも教えていただけませんか。お母さん、病気が良くなってよかったです。どうしてそのことを。どうして。どうして。あなたは誰なの。なぜ私を助けてくださるの。この鈴の音は お地蔵さんだったんですね。どうかもう一度だけお店に来てください。お願いします。私の弱そうにも
今日でおしまいです。私の役目は終わってしまいました。もうこの姿になることもないでしょう。それでも私は繁盛していますが、あなたが見えなくなって寂しいです。いつもあなたが座っていた場所はそのままにしてあります。待っていていいですか？人は優しい人でした。貴重なお話をありがとうございました。最後に一つ、大変苦労されたと思うんですけど、おばあさん幸せでした？はい、おかげさんで幸せやったと思います。